まずはファンの気持ちを含めて代弁させていただきたいと思いますけれども、本当によく戻ってきてくださったなというふうに思うんですが、改めてこのクライマックスシリーズファイナルステージ、どんな気持ちで準備して戻ってこられたんでしょうか。まあ、優勝が決まって、11月10日がファイナルというところで、まあ、そこを自分の中で、まあ、逆算じゃないですけども、イメージしながら、まあ、立ってしっかりプレーできるように準備は心がけていました。その中で実際にプレーして手首の状態、言える範囲でどうだったんでしょうか。まあ、どうですかね、まあ、自分の、まあ、思い描くようなスイングだったり打球というのはまだ程遠いなと思いますけども、まあ、出ている以上やっぱり責任を持ってチームに行く、なんとか貢献したいなというのはあるので、まあ、やれる範囲でもうベストを尽くすことだけを考えていました。まあ、その中でも連日ヒットを放たれて、本当に大きな仕事はされたと思うんですけれども、まあ、痛みだったりとか実戦感覚のブランク、こういったものはどう乗り越えられたんでしょうか。いや、もうゲームの中で、まあ、いろいろ今までの経験だったり、まあ、新しく感じることもあると思うんですけど、その中で、まあ、対応していくしかないと思いますので、はい。短期決戦クライマックスシリーズ、この雰囲気、緊張感というのはいかがでしたか。はい、いや、もう、緊迫したゲームで、まあ、みんながやっぱり準備をしてこういう勝ちにつながっているので、本当にやっぱ全員で勝つっていうテーマの通りだったと思います。はい、レギュラーシーズンでは終盤悔しい思いをしながら、外からご覧になってた部分もあったと思いますけれども、はい、今度はグラウンドで、この勝利を分かち得たり、またその突破の、試合を一緒に戦うことができた、はい、このあたりはいかがですか。やっぱりもう一回日本シリーズという舞台が、僕たちで勝ち取りましたので、またそこで最後、優勝して日本一で締めたいなと思います。はい、ちなみに京セラドームにも本当久しぶりに上段までお客さんが集まっての野球ということになりましたが、はいはい、ホームの雰囲気というのはいかがでしたか。やっぱりたくさんファンの方に入っていただき、まあ、制限、ね、ある中での声援もありますけども、本当にそういうのは選手に多分伝わっていますので、引き続きまた熱いご声援をお願いします。はい、さあ、いよいよ次は日本一決定戦の舞台になりますけれども、はい、吉田選手にとっては日本シリーズどんな舞台ですか。いや、もう初めてなので、まあ、勝つことを一番に考えて、もう個人よりも、もうね、チームが勝つというところが、まあ、みんなその目標に向かってまたしっかりこの1週間準備したいなと思います。はい、それではファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、そうですね、また日本一に向けて必死に戦いますので、応援よろしくお願いします。